星ヒューマの魔球を完全再現した都市が発見される。野球の WBSCU18 ベースボールワールドカップ、ワイツカ、台湾、台北で一次リーグ最終戦が行われ、高校日本代表侍ジャパンはオランダに 0-1 で敗れた。一次リーグで初黒星を喫した日本は4勝1敗で2位通過、7日から始まるスーパーラウンドに臨む。オランダ強かったな。オランダの3投手がそれぞれ良かった。まずコントロールがいい。日本はヒット1本に抑えられたけど、あのオランダの選手の喜びを見たら、日本は強者として認められているんだなと実感した。この試合の最後の1球は衝撃の魔球で仕留められた。1点を追う最終7回に走者なしの場面で打席に入ったのは4番森田遥人、3年履正社。オランダ3番手のワン・ファン・デン・ウェレンの初球は右打者の森田の頭上を抜けるような変化球だったが、これを避けた森田のバットに当たった。インフィールドに転がった打球を星が掴んで一塁に送ってゲームセット。大金星を挙げたオランダの選手たちはマウンド近くで優勝したかのように大喜びだった。まるで名作漫画巨人の星の星ヒューマが編み出した魔球、大リーグボール1号を思い出させる1球で試合が終わったとあって、日本ファンの間で話題になっている。あ、思ってた以上に大リーグボール1号だった。懐かしいな。大リーグボール1号でくさ。大リーグボール1号じゃないか。若い人にはわからないと思うけど、こんなことある？こんな終わり方初めて見たわ。大リーグボール使いがいるとは、さすが世界大会だな。ここまで完璧に再現された大リーグボール1号は初めて見た。ほぼ危険球だが、きっと彼も特訓を積んで洞察力を磨いたんだろうな。オランダは大リーグボール養成ギプスを使っていたのか。この投手、いずれ消える魔球まで習得しそうだな。